DSPDS。 お願いします。今日とね、皆さん、たまごっこは大好きでしょうか。僕もね、ちっちゃい頃からね、たまごっこだったんですけど、 S サイズ、 M サイズ、 L の卵を買ってんですけど、今日は何をするかというとね、検証するんだ。はい、どういった検証かというと、 S サイズと M サイズと L の黄身は一緒なんだって番組でやってたんですよ。どっかのシェフがね、 S サイズの卵は L サイズと黄身が一緒で白身が少ないんで濃厚なんですよねとか言ってたんですよ。一緒だったのって思って、ちょっと疑問を抱いてて、今日ねちょっと動画撮ろうかなと思って。やっぱ僕の動画ってさ、役に立たないさ、動画ばっかじゃないですか。意味不明な。少しはちょっと世のためにもね、役に立つね、検証していこうかなと思いまして。まあ地道な活動なんですけど、今日ね、買ってきましたよ。でね、S サイズがね、結構少ないんですよね。なんか定義があって、S サイズの日本の 44g から 52g が多分 S サイズで、M サイズが 58g から 64g ですね。が 64g から 70g ですね。怪しいね。って感じで今日はね、検証してきております。で、まあ10個もやるとね、ちょっと卵はもったいないんで3個で、3個ずつやっていきましょう。マックもね、検証したことあるんでね、マクドナルドのポテトを。こう持ってみると、もう全然でかいですね。でもまあ白身が多い方がね、健康的ですからね。こう、大きさは違うけど、ひよこも違うのかね、大きさ。どうなんだろうね。でも黄身がさ、全部一緒ってことは、ひよこの大きさも全部一緒かもしれないし、ちょっと気になるね。いや、これ絶対嘘だよ。あの番組は存在してたのかな。じゃあちょっとこいつを黄身だけに移動させていきます。ただ黄身だけに。で、手でやるべきですね。こうやって。 S サイズ黄身のグラムはいくつだ。 12g ですね。これが基準になってくるかもしれないです。いや、明らかにちっちゃいわ、これ。あ、でもさっきより大きいかも。S グラム2等目、黄身。14グラムですね。まぁ、ちょっとね、白身がついてたりとか、ね、猫さあると思うんですけど、まぁ、大体12グラムかもしれないですね。では、3等目いきます。はっ !13グラムです。大体全部一緒やな。M サイズ。あれ?一緒じゃね?え、ちょっと待って、一緒っぽい。すごいすごいすごい。いきます。あ、でかいな。はい、乗っけます。M サイズ、1等目。あー、16g ですね。なるほど。ちょっと大きいな。でも、まぐれかもしんないんで、M サイズ2等目。ほっ。17g です。誰だよ、言ったの。お!おー!これ期待できる!これちっちゃくないですか?では、M サイズ3等目。17g ですね。みんな大体一緒やないか。L サイズいきたいと思います。はい、では乗っきます。ちょっと、漏れた、モルさん。これ、すごい結果出ましたよ。L サイズの黄身は一緒ですね。ちょっと漏れちゃったんですけど。すごい。あ、おい。おい、なんで今ので 1g 増えんだよ。ちょっと今のなし。17g ってことで。では、L サイズ、3等目、乗っきます。おぉ !18g! M サイズと L サイズ、1g か 0.5g ぐらいしか変わんないっていう。これ最後です。では、乗っきます。はっ。あー !19g です。はい、って感じでどうでしたでしょうか。 S サイズから M サイズはね、結構変わるんですが、M サイズから L からはね、1g ぐらいしか変わんないんですよね。だったら安い M サイズ、もう黄身が好きな人はね、M サイズでもいいじゃないですかね。でもやっぱボディービルダーとかはね、白身が大好きなんで、白身食いたい人はね、L でもいいんじゃないですかね。役に立ったんじゃないですかね、この僕も。役に立ったと思った方で、グレートだね。待ってください。グレイトドにお願いします。はい、せっかくね、こんなね、卵やったんで、作っていきたいと思います。ねえ、これもスクランブルエッグだよ。家にね、ケチャップがなかったんでね、そのまま食べてです。いただきます。あ、いただきとっき。まあオムレツですかね。ケチャップかけると思って、まあ、薄味にしたんですよね。濃すぎるとさ、元に戻せないじゃないですか。後付けはできんでね。はい、ではでね、じっくり食べていただきますってね、ウレステッキン家族の傘下にも書いてるんでね、卵好きな人はね、ぜひ見てみてください。ではね、アンバスユー。外見より、中身大事だ。
君たまご。PDS 株式会社。チャンネル登録よろしく、よろしく、よろしくね。